15月13日帯は、日本の検察官。正の、木は、山辺に、木であるが、ジス X0208 に収録されておらず、名の、1は1、1の9自体であるため、宮崎零一、宮崎零一、宮崎零一などと表記される場合もある。内閣法制局総務主管、内閣法制局、第2部部長、内閣法制局第1部部長、 内閣法制次長、内閣法制局長官、法制大学大学院法務研究科教授などを歴任した。埼玉県出身の検察官である。東京地方検察庁、岡山地方検察庁、札幌地方検察庁で検事を務めた。また、法務省においても、強制局付けの検事や刑事局の参事官を務めた。 後に内閣法制局に出向し、総務主管を経て、第2部や第1部の部長を務めるなど、要職を歴任した。2004年には内閣法制次長に就任した。2006年には、坂田正宏の後任として内閣法制局長官に就任し、第1次安倍内閣から鳩山幸男内閣にかけて同職を務めた。退職後は、 法政大学の大学院にて、法務研究科の教授を務めた。1945年5月13日に、埼玉県にて生まれ、1950年から東京都で暮らす。1964年東京都立、日比谷高等学校卒業。1967年、東京大学法学部4年次在学中に、休止法試験に合格した。卒業後は、 司法修正を経て検察官となった。東京地方検察庁などで検事を務め、法務省刑事局では3時間も務めた。後に内閣法制局に移り、第2部長、第1部長、内閣法制次長を歴任した後に、2006年9月に第1次安倍内閣にて内閣法制局長官に就任した。長官在任中、 集団的自衛権の行使は違憲であるとの日本国憲法第9条に関する憲法解釈について内閣総理大臣の安倍晋三から解釈変更の指示を受けたが職員の総辞職の可能性を示唆して抵抗し阻止した。鳩山幸男内閣まで内閣法制局長官を務めたが2010年1月15日に長官を辞職した。 2021年4月の春の叙勲で、随法大受賞受賞。2007年8月27日、総理大臣官邸にて第一次、安倍改造内閣の閣僚をらと、ありがとうございます。